ちは。こんにちは。いや、大谷選手はもう一つ一つの何かが非常に取り上げられますけれども、折れたバットとかも価値があるんだな。多分吐いた、多分息でも袋に入れたらおみたいな、そうそうそう、これプリマサイトで売っていいですか、大谷の息みたいな感じであるの知ってる、缶詰で。何ですか。富士山の空気って。あるんですか。あるよ。それを吸うんですか。開けてで終わりじゃないですか。ある、売ってんだよ。やっぱ本当に。いや、もうそれはね、飲み屋に置いてあったんだけど、飲んだ勢いでしか買わないだもん。まあそうですよね。だって有料ですよね。買うんですよね。当たり前だよ。もう缶詰になってんの。だってそれでも本当にね、富士山の空気かどうかなんか分かんないですもんね。いや、まあ、まあ書いてあるんだから。書いてあるだけで、自宅のトイレの空気かもしれない。いや、分かんないけど。はい。味が分かんないからな。まあそうですよね。匂いは分かる。ですよね。ただあの大谷選手の今あるものをめぐって、はい、ちょっと騒動が起きています。それは全国に寄贈されたと言われているグローブです。はい、まあ、大谷選手がグローブをね、全国の小学校に寄贈したっていうのは記事でも、はい、いいことだなと思ったよね。そうそうそう、出てますし、はい、まあ、素晴らしいってなってますが、そのグローブをめぐっていくつか問題が出てきました。その一つ、大谷選手が送ったグローブのタグ部分、いいですか、グローブじゃないです、グローブのタグの部分がフリマサイトで10万円で出品する。なんかこれ取ったタグを。そう、うん、取りました。取っちゃダメでしょいや、なんでしょう、グローブ自体をあげるのはもったいないから、タグだけでもいいかみたいな。なんとそのタグが10万円で出品されていて大騒ぎになっています。さらに買ったの誰か。いや、これね、買ったかどうか、その困ってるんだよ、お金に困ってるんですか。困ってんだよ多分。10万円で。で、さらにそのグローブに同封されていた手紙が9999円でしょ。それ手紙は大谷のあれでしょ、手書きなの、違うでしょ。多分手書きのをコピーしたものかもしれないですよね。ああ、そうなの。一斉に印刷してが9999円。なんでしょうね、1万円じゃなくその1円切り、1万円切りましたみたいな。ああ、まあ、そういうことでしょうね。で、出品。それらを出品した人物やどこの小学校に学校に送られたものかを特定しようとする動きすらありますということで、今ちょっと私そのフリマサイトいくつかあるんですけど調べてみたんですけど、今はどうやら出品がなくなって削除されたのかもしれないですね。ちょっと騒動があってということまず起きてます。俺がなんてコメントしたらいいんだろうねいや、それはね、サインも売ったりとかする人もいるよね。直筆のサインとか、まあ、サインボールとか、だからよく豊さん色紙にサインお願いしますって言われるじゃないですか、はい、あの時に名前、お名前なんて言うんですかって入れ通した時に入れないでくださいという人がいたら、あ、いるよ。それは出品する可能性もあるらしいです。出品したって大概知れてるよ俺のなんか。いやいや、わかんない。もう今すごい人気だから言うて。いや、そんなことはないよお前。だから名前いらないって言われたら出品しないでくださいよとか。いや、別に出品したっていいよ別にいや、別にいいよ。本当ですか。ちょっと寂しくないですか。なんで。そう、お金になるんだよ。サインより喜んでくれるかもわかんない。現玉の方。現玉の方がそれ嬉しいですよ。そうだろ。それ嬉しい。なんだよ。いや、違う違う違う。今、いやいや、欲しければ現玉はね。まあね。今ちょっとゆたかさんの何か売られてないかなと思って見たんですけど、あるサイトで、はい、スターレジェンド高木豊太陽ホイール、これサイン付きの、これ覚えてます？ちょっと見せて。はい、あのこれちょっと画像ね、動画では見せられないんですけど、これね、今ね5280円で売られてるんです。ああ、これは雑に書いたぞ雑に書いた分の1枚が売られてます。でもこれ俺が直筆かな、うん、4300円に直筆。あ、これ直筆だな。23って書いてあります。いや、3だよ。 3？ 今、うん、3か。それは、あ、これは俺のサインだ前のやつは俺のじゃないかもわかんない。真似て書いてるかも。わかんない。俺あんな今度幅広で書かないの。これですよ。あ、ゆたかさんじゃないかも。これは俺じゃないかもわかんない、このサインは。わ、これ私出せないですけど、これは買わない方がいいです。これ言えないけど、この方。まあでも値段ついてんだろ。5280円。え、いくら。5280円。おお、いいね、つくね。つきますよ。じゃあ俺が自分でこう書いてせっせと、うん、出品したら5000円ぐらい1枚につき入ってくるの。そうです。まあ手数料引かれて入ってきます。送料無料にすればこちらが負担で。本当かよ。じゃあ別に豊かさんが書いて出品する分にはいいんだと思うんですよ。やらないよ、やらないけどさこれサイン入り、シリアル入りですよ。え、シリアル入りって書いてある。ああ、だからまあプレミアみたいなもんなの。なるね、ジャンル、スポーツ選手、サイン有無あり、性別男って書いてある。
ますよね。そりゃそうですよ。そうか。でこれ、特に誰もまだ買ってなくて。買ってないのかよ、10日前に出品されたんですね。非常にまあすごく、あ、ちょっと見せて、まあ、どれこれがね、10日前に出品されたばっかです。それシリアルナンバーです。これは申し訳ないけど、うん、俺のサインじゃないかもわかんないね。これはちょっと真似て書いてる可能性があるね。これやっぱそうなんだ。これ書いてる記憶がないもん、これ。うん、あ、違う可能性もあるんですね。あ、でも分かんねえな。時として同じようには書けないからね、なかなか。まあそうですよね、その時のなんかありますし、いろいろ状態あるしな。そう、状態って何ちょっと肩張ってるとかさ、とか、そうありますもんね。いや、豊さんのめちゃめちゃすごい出されてますよ。あ、そう、うん、まあ、これサインではないですけどね、うん、あの野球カードとか7500円だったり。7500円、はい、そんな高いの？高いですか。え、もっと高くても良くないですか？いやいや、だって売る感覚がないからさ、こっちは。でもグローブの卓よりは安いですよ。あ、まあ、確かに大谷選手もそれなんですよ。というふうに、まあ、豊さんのも出品されるっていうぐらいなので、もちろん大谷選手ってなるとやっぱりね、あのニュースにもなってたグローブのタグカーとか、あ、大谷選手のこれ手紙なんだってなると、まあでも大谷選手のね、はい、ファンだったら、まあ、欲しくなる気持ちは分かるけどね。そうですね、まあ、絶対ね、買っちゃいけないというか買わないようにしてもらえればいいんですけど、で今はとりあえず出品はされてないので、ただ誰が出したの？売っちゃダメなの？いや、売ってはいけないって規定はないですけど、それはなんかモラルか、うん、まあそりゃそうだ、ね、心的、心情的にどう思うんだろう、まあ、そうだな、っていう、そういう意味では送ってないからね。そうです、子供たちがっていうところなので、大谷選手自身がね。そうなんです、うん、まさかね、フリマサイトでこんなことになるとはっていうのもありますし、でまさかといえばこんなことも今ちょっと騒動を呼んでいます。日本全国の約2万校ある小学校に野球用のグローブを3個ずつ、およそ6万個を寄贈すると発表した。すごいよな、はい、6万個だぞお前。すごい数ですよ、うん。そうした中、1月18日から市役所で大谷グローブを展示したのが別府市です。で、別府市の送られたやつを。そうなんです。でちょっと行き先があるんですけども、別府市の市長で、うん、その市長の SNS にあるこの市内の保護者と名乗る匿名の人物から、まあ、非常に苦言が寄せられてちょっと問題になったと。で、小学校に届けられるはずのグローブを市が取り上げて展示するなんて、これは卒業が迫っている小学6年生や学校をないがしろにしているんではないかと、いくつかの意見が寄せられた。まあ、ただ市長はそれらの意見が複数のアカウントを使った同一人物によるものだと指摘、さらに法的措置を取るとまで匂わせているということで、ネット上では市長の言動にやりすぎではないか、えらいもう問題になるな。で、市長本人に聞きました、はい、記者の方がいて、はい、グローブは別府市の教育委員会宛てで市役所に届きました。展示は私の提案で教育委員会と協議した結果、こういうふうにすると決定しました。でも大谷選手の意図は小学校に寄贈という形で送られてきてるわけでしょ、うん、はい、そうです、うん、ただ経由としてはやっぱ市を通して教育委員会の方に通さなきゃいけないわけでしょ、うん、そこから各小学校に分配されるということなので、うん、一回そこのやっぱ市役所というか教育委員会役に行きますよね。行かなきゃいけないんだよね、はい、行かないと届けられない、直接学校には届けられないので、はい、ってなるとそこの中間ところのここが展示しちゃうかしちゃおうかじゃねえよ見せてあげなよ展示しちゃおうかっていうことになったと、まあ、まあ気持ちはわからんでもないけどね、はい、1月29日まで展示することを市内すべての小学校に通知した後、反対の意見などがなかったので現在も展示していますと。ああ、そうなの、はい、だから、まあ、一応出しはしてみたんだね。そう、あ、だから各学校、小学校の生徒には聞いてないですよね。もちろん校長先生とか、まあまあそうだ、ね、ということになると思うんですけど、全生徒に聞いてたら大変な騒ぎになるぞ確かに。で、一般の方からも実物のグローブを一目見たいといった意見が多くありましたので、渡すまで箱に入れたままにしておくこともないと思いまして展示することにしましたと。実物ではないけどね、送られる、まあ、モデルだからね。そうそうですね、大谷モデルだからね、うん、はい、ああ、ということらしいです。ただ市民の意見に法的措置を取るかもと市長がちょっと匂わせるようなことを言ったので、それはやりすぎじゃないかという声も上がっていますが、ということを市長に話したところ、
実は以前からあるアカウントから迷惑行為を受けていました。それについてどういった措置を取るか顧問弁護士と話し合っています。それなので大谷選手のグローブの件がきっかけではないですよということもう遅そうだな。一つのことをきっかけに、単純に純粋に大谷選手はその野球をやってほしいと、はい、子供たちに、うんね、野球の魅力を魅力ながら、はい、グローブのを使って、うん、野球って素晴らしいよみたいな、うんうんね、あの少子化で野球人口も減ってるから、はいね、野球やってくださいよみたいな、そういう意図で送ったのが、うん、こんな問題になるんだね。一つのいいことが、うん、こんなことに発展していくんだみたいな、まあ、影響力があるからね。グローブに対しての力というのは美欲だろうけど、大谷選手俺バックに大谷がついてるって言ったら、うもうすごい力が動くな。途端に何もかも跳ね上がりますね。パワーがすごいな。すごいですよ。ちなみにグローブを楽しみにしている子どもたちに早く届けたいという気持ちもあるので、展示期間の短縮を検討していますと言っております。歩み寄りとかね、まあ、そうですね、うん、まあ、なので、まあ、なんで死に展示するのか分からないけど、まあ、分からないけど、まあ、気持ちとしては分からんでもないよ、まあ、あの大谷選手が送ってくれたグローブっていうのはなんかしたいなっていう、はい、大分県別府市です。別府市ね。あ、別府いいとこですよ。温泉もいいですし大好きです。温泉街に飾る。温泉街にまた糸が違うまた糸が違う、ね、また糸が違ってきちゃいますけど。なるほどね、はい、まあまあいろんな騒動あるけどさ、はい、でもやっぱこう売っちゃいかんな。あ、売るのは嫌ですね、うん、売るのは良くないな。そういうね、うん、大谷のその糸が崩れちゃうからね。いや、本当そうなんですよ、うん、だからまあそういうことはあんまりしないよ。うん、でも俺のサインは別にいいよ出したその人のね生活の糧になるのであれば。いや、そう本当にどんどん、いや、もし苦しんでる人なんだったら何枚でも書いてあるよといや、本当よ。でもどうなんですか、その選手の中には例えばね、新幹線乗る前に忙しい時にとかお願いします、書いてくださいって言ったものがフリマサイトで売られてたってなるとちょっと落ち込んだりとか。俺いや、俺はいいよ別に。いい、あ、大谷選手とかとか中にはやっぱり嫌だなって思う選手ってどうなんでしょうか。どうなんだろうね。俺はあんまり気にしないけどね。それはもう書いたらその人の所有物になるから、うんうん、それは自由に使っても構わないけど、うん、ただチラシの裏とかやめてくれって持ってくるんだ。そこ、いやいや、な、います、ね、ないんですよみたいな、いなんか弁当包んでると紙じゃないかみたいな持ってきて、サインしてくれみたいな、います、え、これみたいな、でペンもないんで貸してくださいって言われて、あ、私が書いて貸すのみたいな、ある種貴重だよな。そうですね。それを出す勇気があるんだったら書くしかないよお弁当のね、包み紙の裏、包み紙かよみたいな、あれどうすんですか、もらって。知らない、なんか額には入れらんないよなあんなんな。でも逆返せばですよ、包み紙さえでも欲しいと思ったっていうのはすごいことですよね。すごいよな、うん、何にもないんですよみたいな、うん、もうとりあえずこれに書いてくださいみたいなこれかみたいな、これなんかもう広告のチラシじゃないのみたいな。そうありますよね、そういうのってよくあります。まあだけど売っちゃいけない。まあちょっとね、売るのは、豊さんのものは売ってもいいけど、別にいい、うん、別にいいけど、どうしよう、豊さんが金になるのかと思って自分でサイトってフリマサイトで売り始めてたら本物ですみたいな、そうそうそう、やるかそんなこと本人ですみたいな。いや、それで1年間どれだけ稼げるかっていうのをやってみても面白いな。それ別に違法でも何でもないので。あ、そう、うん、でも品位は下がるな俺の。あ、そうです。でも別に一般の方も自分でミシンで縫ったカバンですとかで売っていいわけなので、豊さんも自分の手で書いたサインですって売っても全然 OK ですよ。あ、そう、うん、1年間なんかくすぐるなことやんないよやんないですか、やんないか。まあね、サインっていうのは、まあ、いや、その選手が上げた人に一応思って書いた一応ものなので。でももらった人は、うん、よし俺のもんだと思うからね。 もちろんそれはもうその人のモラルに任しとけばいいよ、まあ、俺はいいと思うよ。それじゃなかったら、うん、いや、もう書きません、書きませんと、うん、今サインしてくださいっていうのはありがたく書くから。どうぞどうぞ。そりゃそうだよ、そりゃそうだよ、ありがたく書くよ。ゆたさん、サインってでもらったことあります、誰かから。ほとんどないかな、ちっちゃい時とか。
憧れの野球選手。ちっちゃい時なんか田舎育ちで有名な人なんか誰もいなかったよ。いや来なかったですか。そうはまあ峠の花ちゃんつってお前誰みんな小学校のあ怖い怖いっていうのなんか峠の花ちゃんっていたんだよ。あなるほどね昔あの人にもらっとけよかったそれ陶芸の花ちゃんですけどでもなんか私あんまりサインより一緒に写真撮ってくださいの方が価値あると思っちゃうんですけどねサインとかいや俺なんかね物欲がないのかどうか分かんないけど、はい、そういうの全くないサインとかないないない私もなんかサインってもらった人はみんな飾ってくれてんのかなとか大掃除で捨てちゃってないかなとか思いますでもねサインして、うん、例えば店にね行った時に、うん、パッとあ飾ってあったと思うと、うん、嬉しいよなそれは嬉しいですねやっぱりもうまずくてもまずいなんて言えない美味しく食べますよね、うん、そうですよねなんかそういうね気持ちの部分っていうのもありますし、ね、そうだなまあいいんじゃないのまあいいんじゃないのただその大谷選手とかそのタグを売るとか、ねうんうん そ, うね、そういうのはあんまり良くないと思ううん、なんかそれはねちょっと気持ちよく彼はスーパースターだからね、うん、俺はもうなんか書いて売れるんだったら振ってみいいみたいなあなたの T シャツのタグでもまあまあそうなんだ売れるか多分2、300円ぐらいで、うん、そんなに値つくかよ